これも、慣れてきたらパパパッと解けるんですけど、慣れるまではこうやって見るといいよっていう方法を教えたいと思います。まず、左の式の中で、普通だったら最初にやる計算に注目すると思うんですけど、最後にやる計算、今回だったら引くとかけると引くってあると思うんだけれども、この中で最後にやる計算ってどれかな？そう、一番左の引くですね。この最後にやる計算に色を塗ってあげます。慣れてきたらこれはやんなくていいですよ。慣れるまでこれをやってください。次に、この引くによって左と右に分けられたと思います。この赤く塗ったやつによって左部分と右部分に分けられたと思うんですけど、四角が入っている方、今回言うとこの右ですね。ここの部分を、べーってやって、こうやって囲ってやって、ここをでっかく記号をつけます。まあ、今回は丸にしてみましょう。ここを丸にします。縦きれいに揃えて書くのはずっと一緒です。8分の7引く丸が2分の1ってことだね。じゃあ、丸を求めてあげてみましょう。ここの真下に丸って書いてある。丸。8分の7と2分の1使ってあげるとできます。どういう式になりますか？そうだね。8分の7引く2分の1ですね。ここ暗算でやっていいですよ。8分の7と2分の1。これ8分の4だね。そうそうそう。だからここが8分の3。そうですね。ってなったら、今丸って置いたものを元に戻してあげましょう、ここで。丸っていうのはもともとここからここでした。だからそのまま書きます。6分の5かける、かっこ四角引く4分の3ですね。次、また最初にやった作業と同じことやります。今今回ここにはかけると引くってあるんですけど、この2つのうち最後にやるもの、かけると引くのどっちでしょう？そうだね、かけるだね。この最後にやる計算を赤くこうやって塗ってあげたら、左と右に分けられます。赤く塗ってあげたら左と右に分けられる。そしてその四角を含んでる方をでーってやってあげます。今回だったら四角が入ってるのはこの右部分なので、ここでーってやってあげる。またここ記号つけてあげましょう。もう四角と丸使ってるので三角とかでいいですかね。そしてもう一回式を書いてあげます。6分の5かける三角は8分の3ですね。じゃあ、三角で6分の5と8分の3を使うとどういうふうに書けますかね。そうだね。8分の3割る6分の5ですね。こうだね。割り算だから掛け算にしてあげましょう。ひっくり返して。5分の6。ここ、約分すると4と3になるね。計算するといくつ？そうだね。20分の9。この右側の計算が終わったら、三角の、この三角を元に戻してあげましょう。この三角っていうのは、四角引く4分の3だったので、四角引く4分の3。次の行で答えに行けますかね。四角を求めてあげましょう。4分の3と20分の9使ってあげると、そう、足し算だね。あら？ 4 分の3足す20分の9。これ計算してあげていいですよ。20分の15だね。そうそうそう。だからここが20分の24。ごめんなさい。最後なんで横に行っちゃいます。この最後に何かします。約分だね。そうそうそう。4で割ってあげて5分の6。これで答えになります。ポイントは最後にやる計算を色塗ってあげる。で、左と右に分けて四角の入っている方をダーッと枠をつけてあげる。ここでもそう。四角の入っている方をダーッと枠をつけてあげる。そして記号で置く。記号で置く。そしてその記号の部分を求めてあげるっていう風な感じでやっていけば解けます。